トラベラーのあゆみです。私は普段のフリーランスでトラベラーという活動をしてます。旅の写真や動画を SNS、インスタグラムや YouTube で発信しています。旅するときはいつも Vlog を毎回撮っていて、撮ることって結構大変だったり、編集するのも時間がかかったりとかするんですけど、できて後で見返したときにやっぱり動画撮っててよかったなとか、この時にこういうことがあったなっていう思い出が蘇ってくるので、なんかそれがいつも楽しいし、撮っててよかったなって思うので、いつも Vlog を撮るようにしています。写真ももちろん旅先の良さって伝わるんですけど、動画はさらに伝わるなって思っていて、その時起きた瞬間の出来事とか、その場所の空気感とかが伝わるので、私はいつも写真も撮るんですけど、動画もより多く撮りたいなと思って回しています。今回は香川県の直島戸手島というところに妹と2人旅でやってきました。夕日が綺麗な時とか、たまたま猫に出会った時とか、そういう時にカメラをバッグからさっと取り出して、撮影をしました。使ったカメラは Z30 というカメラを使わせていただいたんですけど、本当に軽くて、でこのバリアングル式モニターがついているので、とても使いやすかったです。バリアングル式モニターの良かった部分は、その2人で写る時にちゃんとこの画面を見ながら撮れるっていうところがすごく便利だなと思っていて、リアルな2人の楽しさとかをここの画面で確認しながら撮れるっていうところはすごく使えるなと思って、もう何回も何回も使って動画を撮影していました。スマホも気軽に写真とか動画を撮れるんですけど、私が Z30 を撮る理由は2つあります。で、1つ目は画質が綺麗なところで、やっぱり動画って今見返すのも楽しいんですけど、後から数年後とかに動画を見返すと、その時の思い出とかが蘇ると思うので、やっぱり高画質なもので残したいというところで、このカメラで撮りたいなと思っています。Z30 は画質がいいので、直島の海のきらめきであったり、風で揺らいでる木の葉を撮ることができたり、ありのままの世界を撮ることができたなと思いました。で、2つ目の理由は表現力がすごく上がるっていうところです。今回キットレンズが2本あって、最初は16-50の標準ズームレンズをつけていたんですけど、それもすごく旅に使いやすくて良かったんですけど、途中で50-250の望遠レンズに交換したら、今まで自分が見てた景色と全然違う、なんか美しい世界を見ることができて、すごく感動したんですね。なので、このレンズを交換できるっていうところがすごくZ30 のいいところだなと思いました。もう本当にどこにでも一緒に行きたいなって思うぐらい軽くて綺麗な映像を撮れるカメラなので、もう常に一緒に出かけたいなと思っています。